こんにちは。CFP 認定者一級 FP 技能士の登場です。今回のテーマは、ライブ配信中にいくつかリクエストをいただいた法人と役員間の取引です。一級や CFP になるともう少し複雑になるんですけれども、今回は FP2 級向けを前提に解説していきたいと思います。この論点は慣れると簡単なんですけれども、出題頻度が高い割に苦手にされる方が多い結構厄介な論点です。ただ、ベースとなるルールを押さえた上で、理屈を踏まえて特別ルールを理解していくのが一番いい覚え方だと思いますので、最初に基本ルールの整理をしておきたいと思います。でまず、当然のこととして、役員が儲かったら所得税が課税されて、法人が儲かったら法人税が課税されます。そして、利益を追求する団体である法人が、経済合理性のない取引をした場合には、一旦、時価や通常あり得る利率をベースに、経済的に合理的な取引をしたものとして処理した後に、辻褄を合わせる処理をするんですけれども、役員や使用人以外が相手なら、寄付をした扱いにして、役員や使用人が相手なら、給与を支払った扱いにします。ちなみに、これが一時的なものであれば、ボーナスとして扱って、継続的なものであれば、定期同額給与になります。これは基本なので、必ず押さえておいてください。また、この他、役員に租税回避の疑いがある場合には、特別な取り扱いがあったり、資金繰りが苦しい法人には、寛大な措置があったりするんですけれども、これについては、もう少し後できちんと説明させてください。では、まずは資産の譲渡についてです。最初に、法人が役員に資産を譲渡した場合について考えていきます。対価が時価より高い場合は、法人に有利な取引ですから、特に特別な取り扱いはありません。例えば、法人が時価が2000万円の土地を3000万円で役員に売ったら、法人は儲かってますから、母価と対価の差額を通常は益金として処理します。また、役員は土地を3000万円で買っただけなので、特に課税はありません。一方、対価が時価より低い場合は、法人は経済的に合理性のない取引をして、役員に便宜を図ったと言えますから、経済的に合理的な取引をした後、辻褄を合わせる取引をしたというふうに考えます。例えば、法人が時価が3000万円の土地を2000万円で役員に売ったら、法人は時価の3000万円で売ったのと同時に1000万円のボーナスを役員に払ったとして処理します。つまり、時価と対価の差額は役員給与として処理することになります。一方、役員は土地を2000万円で買ったのと同時にボーナス、つまり、給与所得の収入金額1000万円を計上することになります。次は、役員が法人に資産を譲渡した場合について考えていきます。対価が時価より高い場合は、法人は経済的に合理性のない取引をして、役員に便宜を図ったと言えますから、経済的に合理的な取引をした後、辻褄を合わせる取引をしたと考えます。例えば、法人が時価が2000万円の土地を3000万円で役員から買ったら、法人は時価2000万円の土地を買ったのと同時に1000万円のボーナスを役員に払ったとして処理します。役員は見た目上は3000万円で売ってますけれども、時価の2000万円で売るのと同時に1000万円のボーナスをもらったというふうに考えて、譲渡所得と給与所得を計算します。一方、対価が時価よりも低い場合は、法人に有利な取引ですから、法人には特別な取り扱いはありません。例えば、法人が時価3000万円の土地を2000万円で役員から買ったら、3000万円の土地を手に入れて、2000万円の対価を払って、差額の1000万円儲けたっていうふうに、時価と対価の差額を受増益として処理します。
一方、役員は土地を2000万円で売ってるわけですから、収入金額を2000万円として譲渡所得を計算するのが基本なんですけれども、もし時価の2分の1未満で売った場合には、法人を利用した租税回避が疑われますから、時価で売ったものとみなされます。例えば、役員が1000万円で絵画を買って、それが1億円になったら、譲渡所得の9000万円に高い所得税率で課税されます。そこで、法人に1000万円で売ったら、役員の所得はゼロ、法人の受贈益が9000万円になって、比較的低い法人税率で課税するみたいな真似をする人がいると困りますから、こういう特別ルールが用意されているわけです。では続いては金銭の貸借についてです。まずは法人が役員にお金を貸した場合について考えていきます。利子が通常の利子よりも高ければ、法人に有利な取引ですから、特に特別な取り扱いはありません。法人は利息相当額を益金として認識して、個人は利息を払っているだけですから、特に課税はありません。一方、利子が無利息や通常の利子よりも低ければ、法人は経済的に合理性のない取引をして、役員に便宜を図ったと言えますから、経済的に合理的な取引をした後、辻褄を合わせる取引をしたと考えます。例えば、通常収受するべき利息が1万円なのに、法人が役員に無利息で貸し付けた場合は、1万円の利息を受け取るのと同時に、1万円のボーナスを役員に払ったとして処理するのが原則的な考え方です。なので、利息を受け取っていなくても、受け取り利息を計上するという点に注意してください。次は、役員が法人にお金を貸した場合について考えていきます。利子が通常の利子よりも高ければ、法人は経済的に合理性のない取引をして、役員に便宜を図ったと言えますから、経済的に合理的な取引をした後、辻褄を合わせる取引をしたと考えます。例えば、通常収受するべき利息が1万円なのに、法人が役員に2万円の利息を払った場合は、1万円の利息を払うのと同時に、1万円のボーナスを役員に払ったとして処理します。なので、役員は1万円の利息と1万円のボーナスをもらったというふうに考えて、雑所得と給与所得を計算します。一方、利子が通常の利子よりも低ければ、このような取り扱いはありません。役員は利息を受け取れば雑所得として処理しますし、無利息なら取引自体がなかったことになりますから、課税関係は生じません。で、法人については少し難しいんですけれども、結論を言えば課税関係は生じません。役員利息を払った後、役員から贈与や利息の免除を受けて差し引きがゼロという考え方もありますし、役員から無利息でお金を借りる会社は、大抵資金繰りに苦しんでいる会社なので、国が配慮してくれているという考え方もあります。わかりやすい方で覚えてください。では、最後に、会社が役員に社宅や寮を貸した場合について解説していきます。で、この場合、一定のルールで計算された賃貸料相当額を役員が会社に払っていれば、特に課税されることはありません。ただ、無償で借りたり、賃貸料相当額以下で借りたりすると、賃貸料相当額との差額分、会社が毎月役員に便宜を図っていると考えます。なので、原則として賃貸料相当額との差額が役員給与になるんですけれども、これは一時的なボーナスではなくて、定期同額給与と考えられますから、会社は役員給与を損金算入することができます。最後までご視聴いただきありがとうございました。この論点はとっつきにくい論点だとは思うんですけれども、出題頻度が高いので捨てるのはもったいないですし、出題されるパターンとしては結構限られている論点だと思いますので、たくさん問題を解いて慣れると得点源になると思います。動画の概要欄に
練習問題を用意してますので、よければダウンロードして取り組んでください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。